楽しげによるシティーズスカイラインズ実況シーズン4パート6やっていきたいと思います。前回はですね、この町に地下鉄網を組んでいったわけですね。で、今これがですね、すごく混んでるんですけれども、東九里という場所にあるですね、地下鉄駅です。で、ですね、今結構使われていて、これ外回りとかにですね、結構乗客が乗っていると。で、この目の前にですね、バス停を建ててですね、バス停とのこう乗り換えができるようになってるんですね。で、バスがですね、また例によってめちゃくちゃ混んじゃってるわけですよね。気持ち悪いですよね、これ。混みすぎだなぁとは思うんですけれども、バスの本数は増やしてもね、なかなか追いつかないんですよね。で、地下鉄路線はこのようにですね、2つの、環状線をね、今作っているという感じです。で、今回は何をしていくかと言いますとですね、まずこれがですね、シティバイタルズっていう都市の状況が見られるモッドを入れてるんですけれども、まあ、一番下のから2番目のですね、大学の充足度をご覧ください。まあ、ゼロなんですね。で、これなんですけれども、そろそろですね、この大学卒業をして働く人が足りなくなってきているという状況です。なのでですね、大学を作っていこうかなと思っています。それでですね、前回の早送り時にですね、メガロポリスに達してます。人口7万人に達したので、これでですね、すべての土地を買えるようになりました。まずはですね、この土地をね、全部買っていくところから始めたいなと。そうしなければ何も始まんないわけですね。この土地をすべてアンロックし、で、これよく見ると、高速道路の外部接続めちゃくちゃ少ないですね。あ、でも、この、北側っていうんですかね。こちら辺まで買えるんだ。ああ、よかった。安心した。はい。これでですね、今すべての土地をアンロックしましたので、この辺とかにね、高速道路のジャンクション建てられるわけですね。うん。OK。で、貨物の鉄道とかもこれで引けるようになってきましたので、おー、ここ混んでんな、むちゃくちゃだな。うわ、こっちまで混んじゃってる。そらそうなるよね。入り口が一つしかないから。じゃあ、早速なんですけれども、まずですね、ジャンクションを作っていって、で、その途中にですね、今回は大学を作っていこうかなと思ってます。で、学園都市みたいな感じにしたいなとは思っていますので、それでやっていきたいと思います。ではですね、まずはジャンクションを作って高速道路を引いていこうかなと思っています。ここでコメント紹介と返しコーナーをやっていきたいと思います。ちょっとですね、恥ずかしい声になってるんですけれども、風邪をひいてですね、喉がいかれてるんです。なので、ちょっとコメント紹介2件だけにさせてください。ウポツ、ジャンクションをバンバン作る人でも渋滞に苦しんでるのが妙に嬉しいというコメントと、いつも楽しんで見てます。次は貨物駅、貨物サブ、貨物空港を駆使してトラック渋滞の解消が見たいですね、というコメントです。ちょっと自分の声に笑ってしまってるんですけど、ありがとうございます。私もですね、もうずーっと渋滞はね、苦しみ続けてますよ。その解消っていうのは、本当に地道に解析をして、地道に解消していくしかないので、今後ちょっと渋滞解消はやっていきます。今回これだけですいません。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。
さて、一旦これでですね、できましたと。まずはですね、こっち、こうやって見ますか。これが正しい方角のはず。まずはですね、ここ。この東側の北側か。北側の高速道路から、ジャンクションを作りました。これすごい歪な形になっちゃったんですけど、まあ、いずれちゃんと直したいなとは思ってます。この3方向のジャンクションを通りまして、で、ぐーっと終端はですね、ここですね。ここの鉱石産業の町。ここにですね、つなげました。ここがどうしてもね、高速から遠かったんですね。で、港もあるにはあるんですけど、輸出がさばききれてないので、ここに高速道路をちゃんと通したと。これでですね、もう少しちゃんと交通渋滞が減るかなとは思っています。で、その途中にですね、インターチェンジを作りまして、これトランペット型のインターチェンジですね。すごく標準的。ただ、ちょっとでかくなっちゃったかなとは思ってます。ここにですね、道をバーッと引いていって、新たな都市を作っていこうかなと思っています。で、ですね、今呼び名をですね、ここ、サミット鉱石グループっていうわけのわからない名前なので、これをちゃんとね、名前決めていきたいと思います。それで登場するのがこちらです。楽しげ式宿命抽選機で、現在の名前候補数122ですね。ではですね、いきますよ。回していきます。はい。水車町と、なかなかいいですね。水車町かな？で、水車町、水車鉱石産業地区と、こういう名前にしていきます。で、それとは別途ね、こう、これで塗っていこうかなと。地区名ですね。はい。水車町という町の名前になりました。ありがとうございます。応募いただいた方おめでとうございます。ではですね、次にこっちの町の名前を決めていきます。で、ここですね。もう一回登場します。はい。じゃあもう一回回していきますよ。はい。青葉町。はい。青葉町になりました。応募していただいた方、ありがとうございます。たくさんの応募をしてくれている方もいらっしゃるんですけれども、ちょっとね、私がね、パッと読める漢字の町をですね、基本的には選んでおりますので、ご了承いただければと思います。じゃあね、今ここに、水と、住宅、あとはですね、必要な公共施設を引いていきます。さて、公共施設をある程度建てましたと。ということでね、まずは大学からですね。大学、リサーチセンターサイエンス。これ定員多すぎるな。リサーチファシリティ、これも大学か。じゃあこのリサーチファシリティ、研究施設というものですね。これアセットです。これをね、作っていきますと、こういうアセットですね。なんかボコンってへこんでるな。気持ち悪いな。で、次に、カレッジオブエンジニアリングと、これはあの、工科大学って感じですかね。で、あとこれね、セットでね、あるんですよ。どれだったかな？あ、昔だったかな？これか。ABC エレメンタリーって言って、まあこれのね、付属小学校みたいな、そういうのも建てられちゃうと。こういう感じですね。同じ系統の建物ですよね。その次にですね、バンバン作っていきますよ。高校も小学校も足りないんで。これは、ガイゼルライブラリー。これは高校か。高校ですね。高校の役割を果たすものですね。この中心街にだんだんそういうのを建てていきますと、あとは、ノバシティハイスクール。これも高校ですね。高校分散させますか。バンと。あとは、パブリックライブラリー。これは、これも高校か。460人。あとは、ステートライブラリー。これも大学ですね。まあ、図書館ということでね。こんな感じ。で、
あとはテレスコープディッシュと、本当はこれは山の上の方がいいな。こっちにしよう。 UST と、はい、こんな感じでバンバンと大学を建てていきましたと。あとはミッドサイズエレメンタリースクール、結構大きめの小学校ですね。こういうのも建てていきますね。うん、これちょっと話しましょうかね。なんとなく意味はあるのか分かんないけど、はいっと、近代技術学院、これも大学ですね。ちょっと大学作りすぎ感はあるかも。ちょっと傾斜が急すぎます。これアップダウンが激しいんですよね。まあここに作れた、 OK。 学部棟、これも大学の役割を果たしますね。グリーンシティーズで追加されたのかな。なんかこう塔をね分けられるみたいな、ね、こういうのありますよね大学の。こういう研究棟みたいなね。もうちょっと雰囲気出した方がいいかな。例えばちょっとあんまり使ってないですけど、なんだこれ、料金所か。料金所はまだいいや。こういうのとか使ってみましょうか。これね、ネットワークエクステンションズっていうモッドの中の一つの機能で、歩道の大きさなんだけれども、こうちゃんと範囲になるっていうね。こんな感じで作っていって、この学部棟とかこっちにちょっと寄せてみましょうか。でちょっと公園なんか作ったりしてみて。あーでかい。トラックエンドフィールド、こういう公園ですね。公園っていうか、まあ運動場を作ったりしつつ、ラージテニスクラブ、こういうのもちょっと作ってみましょうか。バスケットボール、これはテニスコートか。テニスコート大学に必須ですね。バスケットボールコート、大学に必須ですね。あとは、釣り場は大学にいらねえだろう。ビーチバレーはちょっと違うな。乗馬クラブも違うな。スケートパークもちょっと大学とは不似合いだな。まあこんなもんかな。あとはアセットとかになっちゃうからな。植物工場、これいいんじゃないですか。あとはバイオドームはちょっと違うな。このなんかあれですね、このユニーク施設でも作ってみますか。お、大きな図書館ありますね。これちょっと作りますか。ほんと大きいですね。作る場所ないな。これでかいな。よし、こいつをどかそう。ちょっとこのミッドサイズエレメンタリースクールを溶かしつつ、あ、これじゃない、これでもない、これだ。ここにバンと図書館を作ります。こんな感じ、いいね。ちょっと歩道なんかも整備しちゃいましょうか。自然豊かな大学地区ですね。このテニスコートとかもこっちにしようかな。
あ、そうだそうだ、忘れてた。発電所ですね。この発電所をね、なんとか作りたいなと思っていて、ちょっとね、この研究施設ということでデータセンターの形をした発電所、このアセットを使おうかなと思ってます。これね、データセンター。これがね、発電所なんですけど、まあ本当はそう見えないんですけどね。よいしょ。これまっすぐにして並べた方が綺麗だよな。ちょっとここ変えるか。まあなんとなくなぜか斜めになってはいたんですけど、斜めじゃねえわ、曲線になってたんですけど、曲線する意義はそんなないんで。よいしょ。こんな風に、ちょっとデータセンターの施設ですね。ここでまあ発電を同時に行うっていう感じになります。ちょっとここが異様だな。ちょっと待ってくださいね。はい、ということでね、今回はかなりこじんまりとした街なんですけど、おーっと、お金がだいぶ減りましたね。まあこの街をね、開発していったということで、こじんまりとしたこの学園都市、青葉町ですね。ここをですね、大学、あるいは高校、小学校のですね、集合地として、で、あとこの高速を建設したのがでかいですね。多分物流網がちょっと変わるかなと思ってます。今日はね、この状態を、これでですね、また最後にニョキニョキを見せて終わりたいと思います。定点観測ですね。ではですね、これで終わりたいと思います。皆様、ありがとうございました。